CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も目から鱗の日本の歴史、小薙さんと共にお送りしていきたいと思います。小薙さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日からですね、はい、いよいよ第4章に入りまして、はい、律令国家の展開、タイトルは、泣くよ、うぐいす、平安京、平安遷都と摂関政治と。というテーマでお送りしていきたいんですが、はい、そうですね、はい、前回3章の最後が聖武天皇のところで終わっていたんですけども、はい、まあ、仏教文化を、はい、まあ、広めて奈良に広めていきましたよというお話だったと思うんですけども、もともと仏教というのは貴族たちだけのものだったんですね。でそれが行基が現れて御禁制を破って一般の民衆にも仏教を広める、はい、でそれをそのもうやっていいですよというふうにしてくれたのが聖武天皇の時代であったわけです、はい、うん、ところがその聖武天皇がそういう大英断をしてくださったことによって、まずその仏教っていうものが民衆に広がったと、はい、民衆に広がることによって 仏教人っていうのが大変な資金力を持つようになるんですね、はい、あの願い事が叶いますよって、はい、病気が治りますよっていう、うん、ちょっとでこまあ西洋でもね、キリスト教と同じことやってますね。それはまあ組織ですからね、はい、あのそういう一面は仕方がないと思うんですけれども、それによってまあ、大変なこう経済力を持つようになってくる、はい、うん、でさらに当時の仏教寺院というのは武装してましたから、はい、ですから財力と武力の両方を手にするんですね、はい、でそれがやっぱりこう政治に対して非常にこう介入してくるということで、もうこれじゃあもう あまりにも仏教勢力の力が強すぎて、はい、で政治にならないということで、うん、奈良の都から京の都に引っ越しましょうという話になった、はい、うん、でそれがまあ有名なその、はい、今日のタイトルね、学校で、はい、泣くよ、うぐいす、平安京という、はい、このタイトルなんですよね。でこの時に、これが第50代の桓武天皇によって平安遷都っていうのが行われるわけですけれども、はい、以来ですね、東京遷都まで、はい、これが1868年で1075年間京が都であり続けるわけです、はい、で問題はですね、はい、まあ、その平安時代の話からいきなり明治の初めの話になっちゃうんですけど、はい、東京遷都って、はい、いう言い方があるじゃないですか、はい、あれ実は間違いなんですね。あ、間違いなんですね。あ、遷都だと思ってました。実は京の都があって 東京、東の京ですよね、はい、で東京天都なんです。天都はい、はい、この難しいこれ天都って言いますね。カタカナで書いたら野宿するみたいな東京天都グランピングみたいになってますけど、はい、天都と遷都の違いっていうのがあって、はい、遷都っていうのは都をそのものを移すってことなんです、はい、で天都っていうのはそこに都を置きますよ、はい、で都を置いてるだけですから京の都も都なんです、はい、だからいまだに京都は京都なんです、はい、京の都なんです、はい、今大阪都構想とか言ってますけども、はい、京都も都なんですよ、はい、つまりまあ、京都府っていう言い方しますけど、はい、間違いなく京都って書いてあるんですよ、はい、京の都東京都じゃないですか、はい、東京は東の京都なんです、はい、だから実は日本には都が2つあるんですよね、はい、で未だにその天都っていうものから遷都っていうふうな形に変わってはいないんです、はい、つまり明治の初めにその東京天都が行われて、はい、そして多分これ放送されるのは2016年ですけれども、はい、2016年の21世紀の今日においても、はい、未だに京は都のままであり続けてるっていう、うん、これ結構大きなポイントでしょ。あ、私不勉強で知りませんでした、はいはい、まあ、京都にずっと 5章ありますからね、はい、そうなんです、はい、だから明治天皇も御公務は東京に行われましたけども、はい、最後は京の都にお帰りになってらっしゃる、はい、今日本にはですかね、都が2つあるっていう非常に特殊な状態になってますね。あ、それはでももっとみんな知っとかないとダメですよね、はい、だから政治の中心地っていうのは今東京にありますけれども、はい、本来の都っていうのは今も京都にもちゃんとあるっていう、はい、うん、だからこのことってとっても大切なポイント、はい、でこれはいわば東京天都、はい、それに対してその奈良の都から京の都に移ったのはこれは遷都なんです、はいはい、奈良には残さなかったということですね。はい、遷都だけ聞くとなんか銭湯ってスーパー銭湯みたいなちょっとダジャレが多いですね。すいません、はい、中高年の親父でということなんですね、はい、で
そこをまあ一つのポイントとしてお考えいただきたいのと、はい、それからもう一つそのなぜ平安京に都を移したかということなんですが、はい、2つ目ですね、はい、これが要するに律令国家そのものを立て直そうとした、はい、つまり仏教勢力によっていろんな形でこう政治に介入されて、はい、そして、要するに神と仏様と2つがあるような状態になってしまって、うん、はい、これはまずいよということで、うん、もう一回その律令国家の本来の姿、はい、天皇を中心とした日本の国の形に戻そうじゃないかということが、はい、実は平安遷都、はい、京の都に遷都する時の非常に大きな目的としてあったわけです、うん、はい、で、この平安遷都してからの起こったことなんですけれども、実は、794年にですね、平安遷都してその3年後、はい、797年になりますが、この時に影牛氏っていう制度を作ってるんですね、はい、で森鴎外の三笑太夫っていう小説があるんですけれども、はい、あ、名前は知ってます、はい、庵主と図志王っていう名前で紹介されたりもしますが、はい、地方 その豪族がですね、はい、民衆をもう全く物のようにして扱ってる、はい、で言うこと聞かない人間に対してはもう厳罰を与えて、うん、もう大変なその横暴な政治をやってるわけですね、はい、でこういうものがやっぱり一部地方に現れてきちゃうわけです、はい、どうしても白須国ということが分からないで、うん、牛役存在になってしまうようなものってのは出ちゃうんですね、はい、うん、でそういうものはやっぱりまかりならん、はい、あくまでも日本というのは天皇があって、そして民衆というのが天皇の大御宝である、宝物なんだよという、うん、その考え方があって、はい、でそれをその実現するためにはどうしてその地方にいる横暴な権力を振るっているような連中というものをある程度抑える必要があるだろうということで、うん、はい、影牛氏というものが、うん、作られた、はい、でこの影牛氏という名前そのものから来ている子なんですけれども、任を解くというふうに書いてあるんですね、はい、使いの任を解く、うん、でこれどういうことかというと、前の国司がそのまんまその、現場の豪族と、はい、手を握ってしまって、うん、で武装集団になってしまって、はい、で中央の命令に逆らって、うん、俺っちはこの国にいた方が贅沢三昧できていいぜっていうんですよね、うん、もうそこに居座ってしまう、はい、でこれは良くないよと、うん、あくまでもそういうその、今で言ったら癒着ですよね、はい、癒着を防ぐために国司 その入れ替え移動っていうものが行われてるわけ で、うん、でその移動を拒否するっていうことはこれ認められませんということで、うん、そうは言っても事情があってどうしてもその国を立て直すためにもうちょっと頑張らせてもらいたいというふうなケースもあるわけですから、はい、うん、その状況をきちんと見極めて、うん、でただ横暴さを発揮したいという、はい、ようなそういう国司の場合には首をはねるということをやっていくための制度をこの時に作ってるわけです、うん、だから平安京に遷都したというのは、はい、ただ単に奈良からその京都に移動したということだけではなくて、国において律令政治がもう理想とした白洲国を取り戻そうとしたという、うん、はい、その概念がもう根底にこう色濃く流れているという、うん、この影牛氏っていうのは実はその証拠でもあるんですよね、はい、すごいでしょ。私不勉強でこの影牛氏っていう役所を知りませんでした。はい、はい、権力の二重構造なんていう言い方しますけれども、はい、本来は天皇っていうその最高権威があって、はい、そして、中央に朝廷があって、はい、そしてその朝廷という朝廷のその政治朝廷から全国に国司が派遣されますよね、うん、この国司っていうのは何をする人かといえば、要するにその民衆に対して活力を与えるための存在なんです、はい、民衆が宝物ですから、はい、その宝物に活力を与えることによって、うん、で国全体が豊かになるようにしていくっていうことが本来の国司の役割なわけです、はい、これを理解しない、うん、オラッチが贅沢したいっていう、はい、こういうやつってやっぱりいつの時代でもあるんですよね。ですね、はいはい、でそれをどっかで取り締まらないといけない、うん、ということがあるわけです、はい、でところがですね、はい、そういう理想を持って平安京に遷都していながらこれがまた崩れていくんですよね、うん、で崩れていったっていうのはどっから崩れたかっていうと、この中央から崩れちゃうんです。そうなんですね、はい、地方のに対しては民間活力というものをこう育成しようということで政治が行われるんですけれども、肝心の中央が腐ってしまうんですね、はい、腐ってしまうという言い方をするとちょっと申し訳ないんですけども、それが次の実はフリップになっておりまして、はいはい、で要するに摂関藤原摂関政治ですね、はい、ですね、はい、はい、摂政関白を置いた、はい、摂政っていうのは天皇が要衝であって、はい、で直接ご公務ができない場合に天皇に代わってご公務をする存在、うん、はい、で
2歳とか3歳で天皇にしちゃうんですよね、うん、で2歳3歳だったらあの政治の面倒なんか見れないじゃないですか、はい、であの実はそのここが非常に大切なポイントなんですけれども、天皇は権威という存在であって、そして政治を司るのは太政大臣とか右大臣とか左大臣とかっていう、はい、いわゆる政治権力者が行いますと、はい、いうことなんですけれども、あのこの時に実は天皇は人事権だけは手放していないんですね、はい、つまり誰をその太政大臣にするか、うん、誰を右大臣にするか、はい、誰を左大臣にするか、誰を国司にするかということに関しては、うん、基本的には全て天皇がその最終決定権を握っているわけです、はい、ただし天皇の人事っていうのは一度天皇が発令してしまうと後で解任というのはできないんですよね、はい、あのこいつつけては見たけど やっぱり能がなかったということになってしまうと、それはあの自らの決定を否定することになってしまうので、うん、はい、一度人事を発令してしまうとその否定というのはなかなかできない、うん、ですから天皇が変わることによって、はい、改めてまた別な人事が行われるといったようなことが古代からずっと行われてきたわけです。ところが天皇そのものをその2歳3歳の幼児にしてしまうと、はい、お飾りですね、言葉悪いですけど、はい、そうするともうその天皇の権威と政治の権力が一体化してしまうんですね、うん、そうするとまるっきりその中国の皇帝政治と同じようなものになってしまって、はい、うん、まあ、横暴な政治が行われがちになってしまうという問題が起こってきてしまうんです、はい、うん、これがその藤原摂関政治が起こしたという大変大きな問題でもあったわけですね、はい、あの藤原道長がこの世は我が世とぞ思う餅つきの欠けたることもなしと思えば、ね、はい、もう本当にだから権威権力っていうものを一手握りし、うん、締めてしまう、はい、でそれによって一方ではあの活力を持った地方の中において、うん、その神殿の開墾百姓たちがもう中央の命令なんか聞いてらんないよと、はい、何なんだあいつらは、うん、っていうことになってきて、これが武士の台頭になってくるわけです。そうですね、はいはい、ですから日本の政治っていうのはあの実は戦前 あの明治大正昭和期もそうなんですけれども、はい、国がやってる仕事っていうのは、うん、あのどこまでもその民衆を助けていく、うん、民衆に活力を与えるというところに中心があるんですね、はい、ですから例えばあの明治の初めに学生が引かれて、はい、で全国にその小学校とか中学校が置かれました、うん、で明治政府っていうのはお金がないんですよ、はい、貧乏なんですよ、うん、で明治政府が何やったかというと学生を作ったんで、はい、全国に小学校を作ってくださいねって地方にお願いしただけなんです、うん、はい、で実際に小学校を作ろうと思ったらあの運動場を用意して、はい、そして小学校の建物も用意しなきゃいけない、うん、で誰がやったのかというと村の庄屋さんたちが集まって、はい、村で頑張って作って、うん、お金出してね、そうなんですよね、うん、だからそういう意味ではあの中央の政治というのはどこまでも民間活力の上に乗っかっているものであって、はい、民間活力をサポートしていくものっていう、うん、そういう考え方が古代からあった、はい、でこれはすごいことじゃないかなと思います、はい、なるほど。なんかしょっぱらですけどもう平安時代の流れが今回で大体分かってしまったような気がしますね、はい、まあ、もう平安時代ってそういう流れですもんね。そういう流れなんですね、はい、うん、だから平安時代にあの大変な文化が栄えたということについても、はい、やっぱりそういう民間の活力があったからこそ、うん、はい、より立派な人間になろうとして、で、百人一首のようなものが生まれたりっていうことになってる、うん、そうですね、はい、そういう文化が生まれ、でも一方ではやっぱりその政治の体制っていうのは、はい、その天皇を中心としたしらす政治っていうのがちょっと崩れた時代でもあったと、はい、そうですね、いうことですね、はい、はい、ではまた次回以降詳しく、はいはい、あの平安時代の様子について見ていきたいと思います、はい、すね、次回のテーマがですね、ちょっとフリップ今日出すの下手なんですけど次回の予告がですね、戦前は誰もが知っていた英雄ということで、はい、わけの清間の、はい、取り上げていきたいと思います。君ものじゃないってそれだと お笑いになっちゃうんで、はい、わけの清間について次回見ていきたいと思います。今日もどうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。